こんばんは、ファンクでーす。2月にね、大幅に動画を変えるということで、今ね、準備に入ってまして、なかなかね、発信できません。ごめっちょ、近況報告なんだけど、今ね、ちょっとブログの方をね、整備してて、それもね、なかなか詰まっております。お通じが良くなくてね、便秘状態ですよ。どちらもね、もう、ごてごてで、まあね、もう、急いでもね、しょうがないんで、もう、どうに言ってもなれっていう感じでね、なんか、ゆっくりいろいろやっております。それでね、2月からね、大盛りをね、ちょっと積極的に、あと激辛もね、回っていこうと思ってるんだけど、やっぱりね、なんていうの、大盛りと激辛をね、上げると、視聴率がね、ぐぐっと上がるのね。でもね、このね、人数がね、一番少ない時に、トークでね、集まってくれてたね、視聴者さんを最もね、大切にしたいと思ってるんで、やはりね、トーク強化ですかね。2月までね、ちょっとネタを上げないで、トークのみでね、行きたいと思っております。それとね、イグズはね、またしばらくね、お蔵入りします。ファンクとね、イグズをね、両方使うとね、いろいろね、時間かかるのね。ごめんなさい、いきなり出したのに。もうね、久しぶりに出してね、また久しぶりにお蔵でさ。それとね、一つね、今日からね、新しくね、あることをね、募集しようと思ってるんだけど、スポンサーをね、募ろうと思ってるのよ。で、ゼニコちょうだいとかさ、そういうことじゃなくて、その人がね、やってるブログとかね、SNS、あと動画とかをね、このね、動画内でね、紹介しようと思うのね。それがね、スポンサーさんへの、報酬かな。でね、スポンサーになってくれた人はね、今週はこれをテーマに喋ってとか、いろいろね、ネタをね、提供してもらって、それにね、沿って動画をね、進めていこうと思ってるのよ。だからね、ただ普通にね、スポンサーにね、私になるっていうことじゃなくてね、いろいろね、ネタとかを考えてね、このね、東京シークラブ一緒にね、盛り上げてくれる人をね、募集しております。ネットとか、SNS とかでね、実はもう、かれこれね、もう何ヶ月もね、ちょっとね、あることでね、いろいろ質問されてますが、今日でね、もう最後かな。そのことについてね、お答えしたいと思います。神ありポップさんのね、件でね、いろいろな方からね、どうしてね、応援してたのにアンチに変わってしまったんだっていうね、質問がすごいあるのよ。未だにね。で、そのことについてね、今日がもうその触れることはね、最後になると思いますが、今日語ってみたいと思います。でね、ちょうどね、動画とかブログとかもね、もういろいろやめようと思った時にね、応援してくれる人がね、現れたのよ。それがね、神ありポップさんなんだけど、とてもね、なんかいいとこ行ってますよとかね、いろいろ励ましてもらったりしてね、で、やめようと思ってたね、その気持ちにね、またね、力をくれた人なのね。で、いろいろあったじゃない。で、擁護するとね、絶対ね、アンチが増えるっていうのは分かってたんだけど、下町で育ったね、ファンクのね、下町流のルールでね、受けた恩は必ず返す。これはね、もう昔から徹底しててね、まあ、いろいろね、あると思ったけどね、擁護させてもらいました。でね、もう憎たらしいとかね、もう潰してやるとかね、そういうね、気持ちはね、もう、そのね、アンチコメント、アンチ動画をね、上げた時からね、一切そういうのは思ってないんだけど、一旦ね、謝っときっていうのがね、ファンクの言いたいことかな。もうこのままね、だらだら続けていくよりも、一度ね、ちゃんと謝ればね、
まあ許されないけど、みんなの心象も違うでしょ。もう今お金を儲けるためだけじゃない、視聴者をもう騙してるようなもんでしょ。食べれなくても別にいいじゃない、残しちゃっても。でちゃんと家にね、お店の人にね、あの断って持ってっていいっていうところでね、あの頑張ってこれだけ食べましたって、それでいいんじゃないのかな。お互い年よ。もうこんだけ食べてすごいだろって、もうそんな年じゃないでしょ。応援動画を上げた時にね、てっきりね、ちゃんとね、あの頭をね下げると思ってたのよ。でも違ったでしょ。で他の人もさ、いろいろさ擁護コメント出したけどさ、もうほとんどさ、あの女性の応援してくれる声にしか答えなくてさ、でその応援してる人もだんだん少なくなって、でいろんな人のとこは、あといろんなね、あの板とかで噛みついたり、もう子供じゃないんだからあのね、ちゃんと自分でやったことは謝りなさいね。まあ自分事だけど、こんな人みたいにね、いっぱい食べてもっとね視聴者を増やしたいと思ったね、一視聴者のねファンクみたいに思ってる人はね、いっぱいいたのね。そういう人たちのために一回はね、ちゃんと詫び入れときなさい。今はね、あの2ちゃんとかにもね、めちゃくちゃ暴言吐きまくって話題を集めて、セレが伸びて、でね動画の方にね人が集まるかもしれないけど、今だけよ。本当にねかそるよ。こんなことばっかやってると。で、またこれ言うとアンチの人にね叩かれそうなんだけど、仕事できないでしょ。で動画でしか多分食べていけないでしょ。それが主なね収入源ならね、見てくれる人をねいかに大切にするか、あとね誠意を見せるか、それがね今後のね鍵だと思いますよ。ということでね、なんでね、いまだにね、ふざけんなとかっていう気持ちはね、実は本当は一切ありません。同じね、思いとか食べてるね、まあ、一時仲間だったね、一人としてね、一回は、やめて、ちゃんと謝罪しなさいっていうことだけをね、伝えたかったということです。でね、もう、各方面からいろいろね、聞かれても、これがポップさんにね、ついて語ることの最後だと思います。あとはね、もうあと自分なりのね、大盛りを2月から始めたいと思っております。それとね、やっとね、ブログの方でね、大盛りのね、場所ね、100件ね、アップし終えました。長かった。あとね、残り200件ね、時間めっちゃかかると思う。ちょっと気長にね、また整備し直していこうと思っております。でね、動画ね、まだやり続けてる間はね、なんとかね、300件目をね、紹介ね、していけたらと思っております。何分ね、年なんでね、いつまでね、大盛りをね、やり続けられるかわかりませんが、なんとかね、頑張っていこうと思っております。今日はね、こんな感じでお開きにしたいと思います。それじゃあまた明日、もね、トークだけです。今月いっぱいはね、こんな感じなんで、もしよかったらね、お付き合いください。それじゃあ。